郵便機を描いた機って、髪型が 2AT フロリダ航空の 2AT スタウト 2AT は1920年代のアメリカ合衆国の公翼単位用の旅客機、郵便機である。フォードトライモータの前身となった機体である。設計者のウィリアム・スタウトは第一次世界大戦中にリバティエンジンの開発から航空の世界に入った。ブレンデッド・ウィングの概念を取り入れた。 航空機の開発やアメリカでの全金属機のパイオニアワークを行った設計者である。高翼で固定客の単要機である。客室には壁紙が貼られ、クッション付きのシートや半円形の客室窓、浴室が備えられた。民間航空機としてアメリカ合衆国で認定された最初の全金属機となった。開発したスタウトやクラフトはフォードに買収され、 フォード自動車のスタウト金属飛行機部門となった。3発機に改造され、スタウト 3AT となり、さらに改め設計されて、フォードトライモーターになった。2AT は、ブリキノガチョウのニックネームが付けられ、このニックネームは、フォードトライモーターに引き継がれた。1925年に 2AT は、EG ーーハミルトンの操縦で、フォードナショナルリライアビリティエアツアーに参加し、優勝した。 ジョン・ワナメーカー &CO に販売され、フィラデルフィアとニューヨークの間の旅客、貨物の輸送に用いられた。アメリカ合衆国郵便公社から航空郵便用の機体を受注し、エンジンを 500HP パッカードエンジンとしたモデルが作られた。1925年に新たに設立されたフォード航空輸送で運用が始められ、フォードの車内用輸送に用いられた後、 1925年4月14日からデトロイトとシカゴの間の民間輸送事業を開始した。1926年2月から航空郵便契約を結び運行を開始した。フロリダ航空に4機が販売されたが、3機はヘンリー・フォードが航空会社の株式と交換した。フロリダ航空はアトランタとジャクソンビルとの郵便輸送を行った。 1926年5月18日にイリノイ州で郵便飛行の機体が悪天候中に大きな事故を起こした。1928年に商務省が翼の安全性に問題があることを発表し、残された機体はスクラップにされた。ありがとうございます。